ってますもん。だから誰が決めれるの、誰が決めれるの、なんだこれ、ハゲとかこれ、1番、3番だろって、これ、延長金がないんだよ、だから、ハゲが映るってどこだよ、前線しますかみたいな、これ。お、来たおーし、5-5来るぞ、マジでみんな。頼むぞ、これ。おー、5-5、負けない。絶対負けない。君の人生負けても5-5は負けないから。うん。もうそこだけは絶対はっきり言わせてくれっていう。おー、来た。頑張れよ、5-5。いいね。いいよ、これはね、いい形。おー、いい形。おー。マッキーさん、俺が渡しておいたハサミの切れ味確認しておいてっていう。これ、ハサミ、マッキーね、これね、全然切れないハサミ、これ。これ、びっくりするから、これ。衝撃の面、新聞とかね。うん。後ろ、カレピカって何だって、これ。マッキーがね、大阪遊びに来ましたっていう。彼氏がね、こっちかしたみたいなね。そういうことで、なんか、もう、5-5ね、いい感じ。力を出し切れると思う。先週、福岡に行くついでね、しっかりと、激励しといたんで、ここにも。まあ、生きってるけどな、基本的に。生きってるけど、ここは、やれるだろうと。なんとかれんと。こいつはね、ちょっとまあ、若干これうぜえなっていうのあるけども、3度、6番か。こいつね、3度。あいつさえね、2番人、マジで2番人気下がった、これ。グランビジュ。まあ、外枠はね、大丈夫かなと思って。こっちか。できてんってことで。むしろ美味しいんじゃないこれ。むしろ美味しいと思った方がいいと思うみたいな。どうもってことよね、これ。やれるぞ、マジで。今日は、もうね、山口勲先生が持ってきてくれるんじゃないかなと思ってる。あ、来たね、ほら。いいよ、これ、いいよ。いい林だよ、これ。いいタグだよ。いいタグ踏んでる、これ。山口勲先生の上手なとこ、ちゃんと馬を制御してると、どうもってことでね、買うと負けるから、買わない。買うと負けるから買わないっていう。そうやってきて。もうここからまたね、変化するから。まあ見といてっていう。買ったら新一ファックだけど、どういうことなんだから。それ発売して何本売れんで、100万本売れるんだったら、考えますみたいなね。そう。まあ、どの馬にもね、もちろんチャンスあるんだけど、まあ、一番今チャンスあるのはうちの馬だということは、俺はっきり言わせてもらおうと。頼むぞ。ほんと、今日勝ちて、ほんとね、もうな、きついんだよ、ほんと。きつい。ハサミどうですかって。ほんと、ちょっと、これ、見えないんで、ちょっと、ハサミをね、ちょっと、これ全然切れないんだけど、これ。はい。めっちゃ切れる、これ。使い方悪かったみたいな。めっちゃ切れるっていう、これ。めっちゃ切れました、ちょっと。負けたら、直って。なんでな、負けたらって、負けないから、だから、まずは。負けないから、まず負けないよ。つまんねえって、どのポイントやねんっていう、これ。どのポイント、まず負け、この BGM 振り。わかんない。これはね、サー競馬に流れてるやつだから、俺もわかんないんだよ、これ。負けたらじゃなくて、負けてねえからだから、まだ始まってもねえからっていう。だから、後ろに誰だよって、マッキーです。はい。そのだけはいつもね、スマイネル軍団見守ってくれてますっていう、佐賀がまた賞金、下がったよね、やっぱね。下がったよね。佐賀だけにみたいな。俺が言った、今。これ、面白いの、これ、俺のんだから、佐賀だけに下がりました、みたいなね。2を外して買うだけの感じ、どういうことなんだから。君はもう、むしろ残念でした、みたいな。マジで。なんか、超面白い。そう、だろってね、君はね、よくわかってる。後ろの人におすすめ AV を教えて。マキおすすめ AV は何ってマジックミラー号。マジックミラーで街中に行って、ずっと後ろからこうファックされるみたいな、それがおすすめらしい。わかるけどね、みたいな。まあ、素人全般は俺も認めるっていうね、ちょっとこれ、待ってよ。もうちょっとパケット持ってないから一回切ろう。ってことでね、渡す前に、石で解いたんだかっていう。でもね、俺が使うとね、全く切れないっていう、これ。素人ではない。いや、素人風みたいな。全般的に素人はないんだけど、その素人的なみたいなのが、生々しさをね、醸し出すんですよっていう、いうことで、まあ、いけるな。もう全然問題ないですけど、まあ、これ、オッズむしろ 3.4 倍美味しいのと、いうところはむしろ言っときたい。結構ね、これ割れてきた。人と混ざってる MM 号っていうことで。マジックミラー号か。でもなんかね、やっぱね、リアルまあ俺もリアルダビスやらせてもらってるんで、AV にもやっぱリアル求めるよねっていう、お土産。何これ、お土産とかに俺がね、そんなの引っかかると、思ってるのかっつう、これ。ありがとうございますってことね。うん。まあ、なくはないなっていう。うん。なくはないなっていうね。何が危なかった。ちょっと、やめてよ、バンとかね、ちょっと、ニコ玉さんそこはちょっと見逃してみたいな。そうそうそう。いうことで、あるぞ、マジで今回は。うん。今回は、ちょっと、もう午後にバシッと決めてもらいたい。やっぱりね、山口さんをジョッキーにこれ以上ね、泥を塗ることはできないと、いうところだよ、マジで。投票し、もう締め切り？だって45分でしょ？ 45 分でしょ？うん。まだ。まだだろっていう、そう。楽しかった。ありがとう。なーと、気持ち、ほんとな。ハート。まあ、ちょっと言い方は乳首。ここが大事、ほんとに。やっぱそこがあるからこそ、なんか55頑張れという気持ちの中で、こうなんか、なんて言うんだろう、共感？負けた時に、同じく悲しむ55と一緒にね、勝った時に爆発的に喜ぶって、それだって、誰がダバやねんね、これ。まあ、うちの55なんですけどね。そう、中央メインの55のって、まあ、55の結果したいからみたいなね。さっきの番じゃないだろ、だから。俺がちゃんと、ちょっと、すいません、なんか、ドワンゴさん、今のはちょっとなしでってちゃんと言ったから、P でお願いしますみたいなね。なんか、アーカイブは多分モザイク入ってるから、そう。なんで、ここ、55はね、しっかりと勝って、やっぱり、なんだろう、やっぱ競馬って素敵だな。こんだけ勝てないって言われた馬がね、もうそうだからね、もう未勝利で出ていって佐賀で、なんとか一周開けて、でもまだもう一回って思いながらやってる時に、やっぱ足怪我しちゃって、でもそれでも諦めきれずに頑張って、そして戻ってきて、そして一生目指すって、素敵やん。めっちゃしゃくれてます。見えてないけど。そう。全日本最下位馬決定戦。まあ、確かにその通りだよ。一番下のクラスだし、900メートルだし。でも、それでも諦めずに持ってるこのね、9頭の全生まれさんに俺は尊敬します。マジで。尊敬の念を、授与します。マジで。うん。もうそれはしてよ、みたいな。そう。658ワイドでした。2話だから。2話どうなったみたいな。そう。また来ました。クルさん来たらちょっとね、これ、ちょっとここを入れないと、中継の佐賀ってことでね、佐賀。どうも、クルさん、佐賀競馬で生まれしやってます。ジェルインです。どうぞよろしくお願いします。ということで、いよいよね、2分前発送まで2分、さっきまで来ていただいてありがとう。やっと、2分前まで来ましたってことで、この後、このコミュニティでね、名前を付けてもらった、スマイル55発送。今んところ、1番人気を若干奪われましたけど、2番人気でも、全然あるよ、マジで。全然勝てると思う、マジで。その瞬間を、ちょっと今みんなで見守ってるんで、よかったら、クルさんからも、一緒に来て、見守ってくださいねって感じです、ほんと。やばい、ちょっと緊張してない。ほんと、ここは、潜在時刻、あと2分です。はい、45分発送です。ということで、よろしく思ってしまった。イサオッツとでも言ってくださいと。で、それぐらいの加速はしますと。作詞までしてね、だから。作詞までしてねって何回も言ってんだってことで、そう。金持ち馬主が来て、まあ、金持ちになる馬主ね、ここから。うん。金持ちになって、まあ、中央免許取って、な。それで、重賞買って金持ちになって、そしてドバイへ行ってっていう、その過程を、な、見守っていこうぜっていうマジで、限りある人生、君ら全員死ぬんだよ、100年後は。さっきも言った。だから、ここを、このな、一場面な、このスナップショットを、今日、このね、佐賀3レースで55と共に過ごそうと、その話をしてるだろうかっていうマジで。68のワイド買った。だから2話ってこれ、うちの馬は2だろっていう、ダビスタ、まあ、リアルダビスタですねってことで、うん。頼むぞと、これちょっと、真ん中にしたらいいかな、これ、真ん中に。これでいいかなライブ。でもこれ、佐賀ってこれね、佐賀って出た方がいいか。そう。参拝、今、君は人生の競馬の、大きな舞台に、佐賀さんです、立ち。午後は、みんなの応援を背にして、日々の、レース結果に、あれー、みたいな。バーンマジで。そういうことだよ、ほんとに。松のざまあまで。そういうことなんだから、これ。あと3分だ、3分。1分前やべえ、来る。ほんと、緊張してきた。2番だから、これはもう分かってるから、もう世界は。2番だから、うちの馬。3連複一番人気。2番だから。みんな今のうちあと1分は。あと1分。もう、間もなく締め切りますよ、これ。山口さんって迷惑かけんじゃねえよ、これ。もう山口さん先生もな、これ、このまで勝てるというふうに思ってくれてるからこそ乗り続けてくれてるんだから、マジで。新一頑張れ、新一頑張れ。今日も養分でよかった。どういうことやんだから。養分じゃないなんていうのはな、これ、俺と、スマイネル軍団のこれな、前頭を信じてる奴が、お養分になるわけねえだろっていうマジでこれ。今一生懸命これから馬が走るんだから、全力で応援するのは当たり前だろうかっていう、これ。賞金11万円。11万円っていうお金っていうのは、もしかしたら、そう大きいお金じゃないかもしれない。確かね、締め切り。11万とかね、確かにね、ジャパンカップのね、2億、3億わからないけど、それと比べる、ドバイワールドカップの7億と比べると確かに小さいかもしれない。でも、この一勝という重みというのは、ドバイも、ジャパンカップも、佐賀3レースも一緒なんだよ。ただお金が安いですねっていう、それだけ。そこを分かってほしい、マジで。一番人気だった。でも、最終的にはちょっと見てみようか。2番人気です。はい。前で3のピット負けてるけども、でも、タイム差なしだから。タイム差なし。しかも、前走をね、いいか、これ言わして。前走をちょっと手巻きしてるから。スタート決めて頼む。スタート決めて。お願い。もうほんとそれだけ。スタート決めてほしい。マキも見よ。ちょっと音を出すために、これを抜けばいいのか。よし、そう、これ。そう、一勝は確かに重い。すべての馬に対して一勝、要は勝ち馬として残れば名前は後世に残るんだよ。その一勝というものの重さは、ドバイワールドカップの差が3レースも一緒。そこを分かってほしいっていう、マジで。頼むぞさっき900の内枠の人気馬沈んでったと、ちょっと枠、だから、内枠っても2番だから。2番だから。1番の馬が沈んでくれるって結構というね。払い戻し60日みんな気をつけてね、これね。そう。頼むぞ。来いよ。よし。信じる者は救われる。スタートで全て決まるから、スタート。頼むぞ、スタート。緊張してる。よし。待って、これ。山口勲ジョッキーね。勲先生頼ます。頼むぞ。何か、インターセプトって元気で走ってるだろうわって、これ。インターセプトポイントがねえわっていう。そう。何これ一頭。何これなんか一頭いるよ、これ。何これスタート、でもなんか一頭いたけど、これ何今のなんか、おーしなんだこれ、5号じゃねえよ、これ。5号だってこれ。なんか一個いたようですよね。これ5号。第3競争は5号どこ？あれ5号いない。900メートルのレースです。スタート地点は引き続いて、第2コーナー後方ポケットブラウン。どこだよ、これ。人で。馬がいたよ、馬が。現在、偶数番号各番は右に移っています。いた、これ5号。いるだろうが、これ、マジで。よし、入った。佐賀で一勝の実績です。頼むぞ。そのスマイル55も入りまして。スタートで全て決まるから、スタートで。さっきの馬なんだよ、これ。最後は9番。なんでレース BI の馬がいるんだよ、これ。2番で2番、頼むぞ。2番。小松ジョージです。2番。ここ、ロケットスタート。これね、これ。頼むぞ。スタート。よし！出た！いいよ！外来るな！8番、ローデル・エンデバー、9番。来るな、お前！よし！いいよ！あるまだ。ちゃんと押さえてる。山口さん押さえてる。わかる。コースはこの分かってる。大丈夫。いいよ。ここ行かなくていい。そう。よ。大丈夫。ある。全然ある。前足りるかそうよし !3 度来るな外来るな !6 番来るなうちつけ開けろ道を開けろよし頑張れ !6 度よし頑張れよし頑張れ来ないローデルエンデバーが3番手あと30メートル6番サンドピットを抜けて1着2番、スマイル552着、8番、ローデル3着で、追い込んできたのは5番、ひらめき乙女と4番、激流でした。人気に応えて、渡辺博文を背にして、6番、サンドピット、この距離は前走に続いて2度目の挑戦で勝ちましたサンドピット坂のトータルでは8勝目を挙げています。第3競争1着6番サンドピット、そして1馬身差で2番スマイル55、後ろは2馬身差で8着の8番ローデル・エンデマーが3着、体半分差、最後に伸びたのは5番きらめき乙女と、そしてまた体半分差4番激流、両馬が4着と5着です。人気に応えて渡辺博文サンドピットが勝ちました。区入りが終わります。係員が離れました。スタートを切りました。馬券は当たりました。ラブロマンスでした。先行集団からは8枠の2頭、8番ローデル・エンデバー、9番クランビジュー、そして内からの2番スマイル55、6番サンドピットでも先頭から2馬身差、並んでいるのは5番きらめき乙女。先行集団の後ろには7番アップカレント、1番ラブロマンス、3番ショートケーキ、最高峰の9番では4番激流です。先頭からおしまいまで9馬身差程度、3コーナーから4コーナーへ、8番ローデル・エンデバーと9番クラウンビジュー、その差首、そして6番のサンドピット、2番スマイル55、こいつが邪魔やねんこれ。もう進路妨害やこれ。残りあと200メートル。進路妨害やろこれ。もういらんねんこいつ、ほんとうぜえマジで。相当いらんこれ。勝てると思ったのに。勝てると思ったのにマジで。あれ、携帯これ。いや、これじゃない。勝てると思ったのに。そうか、結果マジで。もうなんなんだよこれ。勝てると思ったよだから。本当もうほぼ勝ちだろこんなもん。もううぜえこいつ本当に。うぜえ勝てるわけねえだろ、まあ、2着だろバカ野郎マジで。これ全然もう、あれだよ。6が逆走したら勝ってた、マジで。わかるだろ、それぐらいは。くそ、もう、マッキー当たったの？マッキー当たったって。7歳インバに負けてもどうなってんねんって、これ。もう、くそ、悔しい。悔しい。ちょっと配当見ようか、配当。何が、誰、順当やねんって、これ。ちゃんと頑張っただろ、55だって、お前2着だったら。医者の子、基準にこと。いや、ほんとね、天才だと思う。あ、6、2、8、5、4。うん。6、2、8、5、4。15時から配信するのって、もうちょっと今、俺、マジで、機嫌悪いから。もう、触るものみんな傷つけるから。もう切れたナイフだから、マジで。そうそう。25,000円おめって、お前、2割払って2万円しか手元に残ってんだけど、マジで。お前、これ、予託料どうなんだっていう、これ、名前が悪い。君らがつけた名前だろうかって、これ、アンケートで、このコミュニティで、バカがマジで。もう、ほんと笑ったって、55まだ未勝。いや、一生はしてる。うん。下がって、ハゲたナイフそのままじゃねえかって、これ。はい、振って、あ、ちょっと待って。さては、第3です。ちょっと、画質を下げる。うん。パケットがないから。うん、そうそうそう。なんだよ、これ、マジで。キャスター2馬身です。ま、2。くそ、マジで。やれると思ったんだけどな、これ。やれると思ったんだよ、ほんとに。お待たせいたしました。佐賀競馬第3レースの払い戻し金。1.4 倍、マッキー、1.4 倍。1.4 倍ついたよっていう。多分ね、50、多分5億ぐらいかけてると思う。560円。走ってくれとは言わないが。走ってくれとは言わないが。そんなに馬が悪いのか。だだばい、おやすみよ。ギリギリ、資産が、削られた。削られまくりだよ、だから、これ。結構ね、3着はあれだらしいみたいな。5ってそんなに距離持たないのか、レースだってやったらいい。いや、距離持たねえよ、だから、バチってことだよ、これ。ダババイだよ、これ。ダババイだよ、ほんと。どうなってんねんっていう、カチワイドの5000円ゲット、おめでとう。うん。とりあえずおめでとうっていう、なんだよ、おい、もう、俺勝てると思ったのに、マジで。もうあいつさえなければな、くそや、マジで。こいつさえなければ、本当に、マジで、マミシュあれってなんで俺が悪いねんっていう、一番強い馬なんていうの、スマイルプロバイド。うん、オープンです。そうそう。500メートル走り。500メートルは勝てるかもな、確かに。500メートルだったら、400キロの7歳インバに負け。仕方ないだろ、だから、弱いんだから。仕方ない。プロバイドなんかね、もうなんか登録されてるらしいっていう話も聞いたけど、そうそう、なんでマッキーさんがっていう、なんか東京観光中みたいな。そうそうそう。これかな？うん。まあ、勝ってる限り次第では感あるが、そろそろ、感じが読めないこれ。画数が感じが読めないこれ。900持たないの経営相場っていかんだろって。仕方ないだろだから。あれどこだっけ？どこに登録されてんだっけ？そう。シタラク死んでねえよだから。シタラクもうね、気球して気球。うん。雑魚言わないでそれ。分かってるから言わないでってこれ。そう。だから、シタラクも気球しました。まあ、シュプレムはちょっとやっぱり、まあちょっと重症というか、まあかなりちょっと、時間かかりそうみたいな、ところなんで、ちょっとずつ、来てるから、またちょっとこの辺はまた、平日に、夜の10時の配信で、言いますけどね、ツイッターよかったら見といてください。予想してます。予想っていうか、はい、告知してますっていうね。うん。下が持ってきた。うん。今、飯田急車に入ってる。松野も気球したって、誰か受け止めてって、これ、帰るところが欲しいみたいな。そう。ザコダバは、なんだザコダバってこれ、頑張って走ってるだろうが、これ。もう本当腹立つんだけど、マジで。どこ行ったさっきの出走今日。ちょっと待ってよ、どれだっけ？これ、競争成績配当。なんで出てこないんだよ、これ。下の子、農研受けるよ。3ヶ月空いたら農研受けなきゃいけないから。うん。まあ、農研とか全然問題ないんだけど、まあ、ちょっとシュプレもわかんないけどね、これ。ブルボンみたいに販路何本もね、販路がないんだよ、だから。何回も言ってるけど。地方競馬に販路はない。だからそこが、まあ、やっぱり中央と地方の格差だよねっていう。うん。だそこ。うん。だから、でもね、シタルクはね、俺のこの危機的状況、さっきも言ったけどもうな、ちょっと、ドキドキするんだけど、一応見てみる？あ、国地先生から、まだ開いてないよ？これ、ピント合えよ、これ。ロジクールピント合えも、これ。この、国地先生のアイコン、うさぎとネズミこれ。これ。開けてみる？しかも2件よ、これ。2件ってことはいいかね。残念でしたね。また頑張りましょうだと2件になりません、これ。マジで。これ、大丈夫かな、これ。ピッと開けてなんか、本当は言っちゃいけないことが入ったらどうしよう。大丈夫。開けるこれ。大丈夫これ。これ。ここが。ピントあえ、ピント。マジで。ピントあえ。よし。ピント。ピント。なんでピント合わないのこれ。ピン、おし。これ。押してみる、マジで。これ。顔を寄せないで、顔ちょっとね、寄せますと、これ。こっちの光。これ。開ける？いくぞ。短っ。西先生からでした。みち先生だよ、これ。ほら。みち先生。あ、消えた。あ、みち先生だよ、これ。うん、ほら。近っ。ちょっと俺もテンション高めで送ろうか。なんてことか何か欲しいだろ、だから。うん、次回は、順番ですね、みたいな。俺ちょっとさ、小さい U は打てないんだけど、何がスマホ臭そうってちゃんと吹いとるわ、これ。既読するはしない。もう、人のことを無視する奴が、この世の中で最低人間だと思ってるから。うん、それいいな、次こそお願いします。次回、順番ですね。次回は順番ですね。次は、次回は、よろしくお願いします。そろそろ順番ですね、しますか。これで。おう。これでいい？惜しい。そろそろ順番ですね。次回は、よろしく。これいい馬主、これ。うん。これいい馬主だね、これ。おう、誰だ、次は負けだなってやつ、これマジで。ぶち殺すぞ、本当に。おう。惜しい。そろそろ順番ですね。次回は、よろしく。これいい返答？おう。これいい返答じゃないこれ。うん。これでいっか。これで、なんだ次負けてるってこれ。こんだけね、惜しいって、言ってくれてるわけだよってこれ、マジで。おー、マジで、3分切りました、ありがとう。これで送るか。これで。ピュー。送った。惜しい。そろそろ順番ですね。次回よろしくお願いします。いいね、これ。なんでいただきもんって、これ。なんのタイプミスやねんって、これ。これで、ね、ちょっとね、そう、マジで、誰がまぐれやねんって、これ。もうそろそろ出るかな。もうマジ切れるわ、これ。ちょっと待ってよ、これデスクトップってこって。惜しい。マジ惜しいんですけどっていう。カナダ移籍しようぜって、カナダはなんでまた戻さなあかんねんっていう、これ。したらくってプロバイドの次ぐらいの、あるよね、みたいな。それ以上だよっていう。うん。最後に100メートル逆にした55には未来、ある！もうちょっとだったから。あれはちょっと深いところに入りすぎたし、うん。荒尾でいいじゃん。ねえよ、だから。荒尾の競馬場がねえよっていう。うん、なんだ、後ろ地蔵っていう。後ろ地蔵ってなんか何枚だみたいな。そう。逆噴射だよって。直線入ると止まるんだからっていう。あれ生きてるよってことで、もうなんとなぁ。勝てると思ったけど、もうすまん、2着だったわ。2着だったっていう。ね、15時からはもうちょっと今ね、もうむしゃくしゃしてるからちょっとわからんけど、まあ、とりあえず、まあ、55、まあ、残念ってことで、高崎ねえよだから競馬場がねえって言ってんだろっていう。そう。もうなんかなぁ。まぁ、あ、ちょっとね、ほんと応援してくれた皆さん。ちょっとね、ほんと申し訳ないってことで、もうちょっと今、マルシとしてもかなりむしゃくしゃしてるんで、まぁ、あ、これ場合によっては、まぁ、あ、強行体制、うん。取りますんで、平壌競馬じゃねえよだから、韓国はあるらしいけどね。そう。なんで、ここは、ちょっとマルシとしても、まぁ、あ、調教師の先生と話しながら、強行姿勢で、午後、次のレースちょっとね、臨みたいと思いますってことで、まあ、今回ね、まあ、2番人気の2着なんで、まあ、世間の期待には、まあ、そのままみたいな感じなんだけども、ただね、やっぱり1着取らなきゃ意味ないから、マジで。何時まんも食ってない。1着取らなきゃ競馬意味ないんで、ここ、次、まあ、レース、マジで勝ちに行くんで、なんで、次のレースは、多分、まあ、再来週ぐらいなんだけど、まあ、ちょっとツイッター見といてください。また、配信の予告がしますんで。必ず55、またこの配信中に勝たせてみせるんで、皆さんよかったら、応援よろしくお願いします。ということで、今日は本当すいませんでした。次こそね、勝ちます。はい。他の馬のね、情報も流してますんで、よかったら、見てってね、それ